夜の記憶は曖昧で、もしかして月が赤、そんな5年前の月の赤い夜、そんなに歩いていないはずなのに、ま、ふと前を見ると、赤い月に誰なのか確かめようとして目を凝らすと、月の光気がつくと、私たちはいつも遊んでいる見知った森の中に、エリーズ、私を呼ぶ姉さんの声がする。私は声のする方を見た。そこには心配している姉さんがいるはずだった。透明で光る羽、小さな体、可愛らしいフェアリーが、これが魔女の呪いなのかな。